こんにちは、お肉です。今回は新 TikTok が出たので見ていきたいと思います。で、昨日の TikTok の動画を朝アップしたんですけど、それで今日がりくちゃんとりまちゃんなんじゃないかって言ったら、なんと当たったんですよ。で、見てびっくりして、でも私アップしなきゃいけなくてすぐアップしたので、ちょっとね時期的にはずれちゃったんですけど、よかった、今日はねギャルコンビだなっていう風に思って、今日もねかっこいいピースが見れるんじゃないかなっていう風に思ったので、りくちゃんとりまちゃんを見ていきたいと思います。普段は20を中心に女の子のアイドルグループについての動画を更新しているので、チャンネル登録高評価、そして Twitter と Instagram のフォローも概要欄からお願いします。それでは見ていきたいと思います。この2人さ、結構なんていうの、テンション高い感じだからいいよね。似合ってるもん、めっちゃ可愛いんだけど。待って、めっちゃ2人とも可愛すぎた今。いいね、ちょっと短い気もするけど、次ちょっと待って、りくちゃん見るわ。かわいい、これかわいくない、このりくちゃんかわいくない、これギャルなんだよな、これギャルなんだよな、このさ、よくない、これよくない、この二人の感じね。もうなんかこの二人ってなんかそんなに今までめちゃくちゃ見てきたペアではないと思うんですけど、なんかねこのギャルペアいいね。昨日も結構ギャルペアだったんですけど、今回も結構ギャルペアだなっていう風に感じました。で、次りまちゃん見ていきたいと思います。りまちゃんもね、さっき一回めちゃくちゃいい顔あったんだよな。いや全部いいわ、これもいいわ、かっこいい、かわいい、これかわいくない、この子ね、これかわいい、これすごくない、ちょっとアイストレーションしてる、アイストレーションしてる。今思ったのが、あゆかちゃんでも昨日やってたんですけど、どっかこうやって見つめられるの弱いなって思いました。りまちゃんも今日やってて、今めちゃくちゃ可愛いなっていう風に思ったので、なんか目線外しのどっか見るやつ好きなのかもしれない。しかもなんかこれやるとみんな結構ね、なんかバブミが出て可愛いな。バブミっていうのはなんか赤ちゃんみたいな感じの顔になって、みんなすごい可愛いなっていう風に思いました。今日ね最高だったし、ちょっと予想が当たって、私今日ね一日ちょっと予定があったので、なかなかね動画撮れていないんですけど、その間にもねりくちゃんとりまちゃんってことは分かって、な、当たったって思いながらね、すごい嬉しかったし、明日は予想するとニナちゃんとまゆかちゃんかなっていうふうに思います。はい、この2人のペアも今までねそこまで見るペアではなかったので楽しみだし、なんかこういうふうにやっぱね新ペアがね続々と出てくるといいなっていうふうに思いました。特にねりくまゆってりくまゆとかあるし、そういうのってなんか分けられたりすると思うんですけど、今回みたいにすっごいバラバラな感じが良かった、なんか全部の分け方ね良かったと思います。なんか最初のまこちゃんとまやちゃんっていうその大人っぽい2人のね間にね、みーひちゃんが真ん中にいる感じもめちゃくちゃ可愛かったじゃないですか。で、それからのあやかちゃんとりおちゃんのあのくまくまコンビもあれもね最高だったし、今日もなんかすごいなんかギャルっぽくてなんか元気な2人だったので良かったなって思ったので、ちょっとでも明日見てみないと分かんないな、これに関しては。ちょっと明日を見てからちょっと最後の気持ちっていうか今回のね総評を言おうと思うんですけど、まあ総じてねもうここの3組までは最高だったので、明日のね2人がどんな感じなのかをもうめちゃくちゃ楽しみに待ちたいと思います。もうね可愛いのは見えてるんですけど、明日はねギャル系なのかちょっとプロ系なのか、そこら辺を楽しみにしたいと思います。今日の今度めちゃくちゃ可愛い TikTok についての感想をコメントで書いてみてください。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画を見てください。それではバイバイ。はい、今日ねちょっとね笑えないことがあって、っていうのも私ここのね裏に口内炎がなぜかできてしまって、多分歯磨きする時にガッてやったのかな、ちょっとそこら辺覚えてないんですけど、そこがね痛すぎて、なんか笑うとここがねすごい引っ張られる感じがして痛くって、今日あんまりね笑えてなかったら申し訳ないなっていう風に思いました。で、今日はね私の中でもちょっとだけ変わったことがあるので、コメントで分かった方は書いてみてください。ちょっとね今日はねいろいろ忙しかったので早く寝て明日に備えようと思います。そんな感じです。